落ちる。じゃないですかね、これ諦めないでよかった何だったんだろうな、やっぱ運かな。今のもね、別に刺して綺麗に聞いたとかそんなんじゃないと思うんだけど、なんかうまく通ったね。でも結構落ちやすいんだと思う、このスコアということは。はい、100% 出ましたですよ、このスコアね。多分ね、
トップのヒプス君に13万点ぐらい差があるんで、これノーミス多分いなかったんじゃないかな。普通のね、なんでもない基礎行動をね、なんでもないストロークでたかたか弾いてるだけなんだけれども、なぜか判定が通らないということになるんだと思います。100%。はい、ありがとうございます。100%出ました。700、706音ね。結構、10回ぐらいやったかもね。足切り含めたらね、10回以上やったかもしれん。まあ、あんなにね、基礎コードと基礎ストロークを弾けないっていうことはないんでね、他の人がね。みんな弾けてる。けれども、判定がね、通らないということなんだと思います。まあ、もうちょっとね、はい。はい。1番。バッチリ。もうちょっとね、判定はちょっと甘くてもいいんじゃないかろうかと思いますが、なんだろうな。一つ思ったのは多分ね、D コードね、これ。